Special edition, free skiing in Canada. Now welcome back to Ski Now 94. Kicking off the very first edition from 1994 are Hideto Itō, Yoshiharu Gamon, and Norihisa Goto. Jamming down the slopes of the hottest ski resort on the American continent, Whistler and Black Elk. The number you're listening to, Brian Powell, I Think of You. Check it out. いやー、僕スキーなのでいろんなとこ滑ってきたけど、今のはいやースキーな史上に残る、もうスイートな一発でした。いやーこんなんだといいんだけどね、いつも本当に。実際滑ってるのと見てるのと全然違うんだよ。だから会心のスキーを楽しんだガマンさん、この快感を独り占めしないで最後に滑る伊藤さん、彼にも味わってもらおうと自らトランシーバーを片手にコース説明です。後輩思いなんですね。いいよ、最終的にあのカメラの方に来るから大丈夫。心配そうなガマンさんの視線を寄せに伊藤さん早くもスタートしました。いいんですね、いいんですねと何回も確認していた伊藤さん、でもちゃんとねバッチリ指示通りに綺麗にねシュプール描いてますね。それにしても見てください、このパウダースノー、もう喉薬のようにきめの細かい、すごいですね。一度でいいからこういう雪の上滑ってみたいと思うんですけども、まあその前にこんな雪に滑る腕を磨けということでね、私あのスキーは磨いてるんですけど腕の方がいかんせん、精進したいと思います。それにしても伊藤さんコースの方はねちゃんとガマンスさんの指示通り滑ってるみたいです。伊藤さんどうやらガマンスさんと同じように大満足ですか。グッド、最高です。マッチもグッドです。見てください。
教えた通りだな。いいんですか、うん、まあアドバイスが良かったっちゅうことで、ね、最後に滑った秀ちんが一番美味しいところをかっさらってったっていう感じですね。やっぱり、ウィスラーヘリスキーング、フレッシュなスノーを目いっぱい楽しんできましたけども、はい、ここで、視聴者の皆さんに、ウィスラーヘリスキングからプレゼントです。まずこのスイングシートを、はい、それとこちらスキートレーサー、ヘリスキーをやる方には必需品です。そしてこのキャップを各1名の方に差し上げたいと思います。はい、そしてですね、それぞれ、私たちのサインを入れて皆様のお手元に届けたいと思います。ふるってご応募ください。ご応募ください。